礼なやつだな。人助けに来たんだぞ。人助け？そうか、君たち代理団長のお気に入りだったな。変な言い方だな。では今期の税収報告表をいただけるようジンさんに伝えてもらえないだろうか。エルザーさんに報告書を提出する時期が近づいてきてね。それにしてもモンドの酒税は高い。ああ、全ての勘定は代理団長が確認することになっている。何せ酒はモンドの主要収入源だからな。ジンさんはいつも的確な対応をしてくれているよ。そうなのか。ジンの仕事って想像よりもずっと大変なんだな。でもこの代理団長の努力のおかげで我々はかなり楽になった。なんというか今となっては彼女にべったりと頼らせてもらってる。おいおい、ジンに頼りっぱなしで心が痛まないのか？そう言われると確かに少し申し訳ないな。今度彼女が来たら酒でもおごろう。まあ彼女にそんな暇はないかもしれんが。言い訳にしか聞こえないぞ。じゃあオイラたちもさっさとジンのところに行こう。マーガレット、どうしたんだ？私の猫がどこか行っちゃったみたいなの見なかった？あの子じゃないわ。ディオナは酒場にいるもの。いなくなったのはリトルプリンスよ。さっきまでうちにいたのに。ディオナのこと猫扱いされるまま話が進んでる。困ったわ。もし帰り道が分からずに迷ってたら。お、相変わらず親切だな。でもオイラたちだって別の用事があるだろ。サラとチャールズの件で急いでるんだから先にジンのところに行こうぜ。あら、君たちもジンのところに行くの？奇遇ね。ん？猫を探してるんじゃなかったのか？そうよ、猫を探してもらおうとジンのところに行く途中だったの。なあ、猫探しまでジンにお願いするのか？あれ、ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておいてくれる？今度キャッチテールに来たら一杯おごるから。ど、おい、仕方ない。猫のリトルプリンスのことも一緒にジンに伝えよう。だったか。すまない、少しぼーっとしていた。何かトラブルでもあったのか？だあ、確かにあるにはあったけど、オイラたちは伝言を伝えに来ただけというか。
なるほど、モンドのためにご苦労だった。依頼は確かに受領した。すぐに出発の準備を進めよう。おう、頼んだ。これで依頼は全部だよな。サラ、チャールズ、マーガレット。うん、合ってる。じゃあこれで失礼するな、ジン。ジン？おい、ジン、どうした？ジンの様子は？大丈夫だよな？うん、過労みたい。安静にしておけば大丈夫だと思う。ジンを連れてきてくれてありがとう。あなたたちがいなかったらきっとまた無理してたから。そうだな、ジンってば毎日仕事ばっかりだから。はあ、この人昔から無理ばかりするの。自分のことはいつも後回しなんだから。こういったこと実は初めてじゃないんだ。そうだ、旅人、あなた栄誉騎士なんでしょ？団長が倒れたなら騎士のあなたが彼女を助けるのが普通じゃない？そうでしょ？それはそうだけど、正式なセピロス騎士がいるんだから、オイラたちの出る幕じゃ。ジンの仕事ってすごく多いから人手が多いに越したことはないと思うの。だから騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。ジンの世話は私一人でもできるから。なんかオイラたちを追い出そうとしてないか？ん？なんでもない。じゃあオイラたち行くから。ミョン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 。さよなら。お前さん方、待ってたぜ。ジンが倒れた時の話は聞いた。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。急に真顔でお礼を言われる。俺たちの大事な代理団長の恩人だからな。これくらいは当然さ。そうだ、お礼の他にも。その通り、話が早くて助かるぜ。ジンの仕事を分担してほしいんだな。ああ、お前がジンに報告した件だが、すでに代わりの手配は済ませてあるけど、ジン以外のやつに任せるのは何かと心配でな。手伝いが必要そうなところがモンドの栄誉騎士が協力してくれるなら俺も安心できる。
旅人をいくら褒めても何も出ないぞ。俺にはもっと重要な任務があるんだよ。いろいろと準備が必要でね。仕方ない。ああ、よろしく頼む。またな。出発するね。あ、アンバーだ。もしかして、あ、あんたたちも来てくれたんだ。今から出発するところだよ。昼、あ、サラさん、どうしたの？あ、ごめんなさい。実力を疑ったわけじゃ。今もまた変なオーダーが来たんです。え、いいの？よかった。あれ、じゃあこの新しいオーダーは、あの、でも旅、そこは気にしないでください。戦い。それじゃあスイートフラワー3つと、そう、早く準備してくだ、どう、スイートフラワー3つ。うん、合ってますね。食材は揃いました。じゃあ7番宅から。完璧に旅人、鹿狩りの手伝いをしてくれるんでしょ。鶏肉のスイート、鶏肉のスイート、わあ、と人参と、はい、騎士団の会食で。では、おいおい、あなたの量、人参と、人参とお肉の葉に、人参とお肉の葉、これはあなたが作ったんですか？これでもう大丈夫。ええ、ありがとう。いつか冒険に飽きたら、あれが彼女の空想の友達だよ。空想の友達って、旅人さん、詩人さん、こんにちは。いいよ、フローラに何かご用？あれ、ポンポンちゃんが見えるの？他の人には見えないのに。ポンポンちゃんはフローラの大親友なの。小さい頃から一緒にいるんだ。うー、なんだこのオイラだけ仲間外れみたいな感じは。フローラ、どうして君の友達はポンポンの実なのかな？ダメ？空を飛ぶ植物と友達になりたかったんだもん。空を飛ぶ植物と友達に？なんでだ？風が吹いたら友達とお空の上を飛んで遠くまで行けるからだよ。すごいでしょ。それって吹き飛ばされてるってことだろ？そういう言い方
方もできるね。ある人から冒険の話を聞いて、その時にこういった植物があるって知ったの。その人は確か、そう、スタンレーさん。スタンレーさんは冒険者さんでね、話を聞けばすぐにベテラン冒険者だってわかるすごい人だよスタンレーの奇妙な冒険はモンドではすごく有名なの。スタンレーさんは今城内にいるはずだから、聞きたいことがあるなら言ってみるといいよ。いいね、機会があったら言ってみるよ。でも今は別の用事があるからまた今度。フローラってやっぱ不思議な子だな。他の子たちに、そうだな、そうだ、城外の橋にいるあの子にも聞いてみよう。な、何？おや？あの子の空想の友達、まさかの遺跡守衛？怖い、攻撃してこないよなティミーとの交流を諦めるかい？あ、何のことだ？本気か？わかったよ。また後で来よう。今は他を探索しよう。子供の心って自由だな。だからいろんな空想の友達。自由の都に生まれたからには無限の想像力を持っていて当然だよ。じゃあ大人はどうだ？酒場の大人たちに聞いてみよう。じゃないのが残念だけどね。みんなも彼女と知り合いだったなんて驚い。せっかくだからサークルを立ち上げてみないかい？自由恋文同好会とか。ああ、あたいは曲のインスピレーションを得るために旅してきたんだ。ちょうどカズハも旅がしたいって言うから一緒にさ。先月北斗さんが豪傑早飲み大会って盛大な飲み会を開催してさ、そこで演奏。信玄殿は自由奔放に見えるが、音楽に対する理解は非常に繊細かつ独特。そうだぜ、カズハは葉っぱを楽器にできるんだ。あたいの友人の中でも屈指の凄腕さ。リーウェを出て石門の先へまっすぐ進んだらすぐモンドだ。途中綺麗な荘園もあって素敵だったぜ。おお、そういえばその荘園もオイラたちの友達の子孫なんだぜ。本当か？あんたら友達が多いんだな。あんなところに住んでるくらいだし、その友達もきっと充実した人生を生きてるんだろ。人は同じ志を持つ者同士で集まるものでござる。うわ、口がうまいな。いつもオイラに突っ込んでくるこいつとは大違いだぜ。あ、そうだ、あんたらテイワット七国全域で開催されるイリデッセンスツアーを知ってるか？とどのつまり、掛け声ばっかり大きくて一向に開催されない音楽祭なんだよな。あたい主催側に騙されたことがあるんだ。なのにまたやるなんてさ、担当者の顔が見たかったのに、また祭典についての情報が途絶えちまって。まさか今回も中止になったのか？音楽はインスピレーションが大事だけど、それがなかなか湧かないからコンサートを中止にしたのかもね。でもまあ
君たちの旅も無駄じゃなかったと思うよ。この旅で僕、つまり生きる音楽の殿堂のところに来られたんだから。優れた音楽にはいいメロディーだけでなく素晴らしいストーリーが必要だ。でないと吟遊詩人は認めてくれない。そうだろ？その通りさ。君は吟遊詩人のことをよくわかってるね。お返しに君にある物語を教えてあげるよ。あんちゃんは話し方が独特だな。吟遊詩人はみんなそんな感じなのか？他の土地でも吟遊詩人に会ったが、お主のように面白い人物はいなかった。きっと想像力の差があったんだろうね。かつて海の真ん中にはエメラルドのような島があるという伝説があった。ロド大魔王はそこで進化と幸せに暮らしていた。生まれてきたドドコたちは水に飛び込んだ。泳げる子もいれば波に流されてしまう子もいた。ドドコはモンドで新しい友達を作った。その名も火花騎士。しかしそれに反対した大魔王は小さな騎士に島へ行って能力を証明するよう。そこで小さな騎士は一番大切な仲間たちを引き連れて、試練も炎も神門もそこにはなかった。魔女である母親が作った夏の世界。夏は愛の季節であり、自由と息抜きの季節でもある。だから物語はここでおしまい。実に面白い。拙者もその島に行ってみたくなった。旅はやはり前もって計画を立ててはならぬ。気に入ってくれてよかったよ。お酒を飲む。さて、音楽に乾杯。旅人も一緒に飲もうよ。安心して、飲めない。ならばそれを一杯頼む。うむ。うわぁ、カズハ。あれ、あんちゃんが酔っぱ あ、うっかりアルコールが入ってるやつを出しちゃったよ。えへ、ごめんね。おい、だいぶ飲んだことだし、そろそろ本題。そういえば、オイラたち飲みに来たわけじゃなかったぞ。こんなところまで来たんだから、きっと面白い話をしてくれるんでしょ。へえ、母親の作ってくれたプレゼントを友達にプレゼントしたのかい。さすが、クレイは優しい子だね。君たちも分かってると思うけど、あの、やっぱり。それだけじゃない。今日酒場に来る途中で、ある二人に会った。長いエルフの耳を持った、びっくりする。アリスとクピンポーン。不老の魔女が小さな騎士を連れて休暇に出かけていたところを、たまたま面白い友達に出会ったら、プレゼントをシェアするように言われたんだ。だからこれを君にあげる。うわー、爆弾だ。中身を引っこ抜いてあるから爆発なんかしないよ。ほら持っておいて。これを使うと離れていてもこうやって話ができるんだ。ドド通話機って言ってね、何千キロ離れていたとしても連絡を取り合うことができるけど、いつでも異世界から彼女とクレイからこれを持って仲間と一緒に島、いいえ、聖地に行って楽しんできてねって言われたんだ。行き方については考案者さんが考えてくれてるから心配しなくて大丈夫だよ。なんだかお前も。そう、旅人、君は僕の友人だ。友人として君が喜ぶものをプレゼントするのは当たり前でしょ。まあ、吟遊や、そういえば、さっき。
きたのか。残念だけどカズハはまだ熟睡中だぜ。深淵、え、行きたくないのか。その機会カズハのやつ大人っぽいって思ってたが、ちゃんと新しいものに興味を持つ若者。それなら絶対島に行くべきだよ。あの島には銀、おお、じゃあ誰かが手配してくれてるらしいぞ。今回は他の友達も一緒なんだけど、あ、そうだ、こいつらまだフィッシュルを知らなかったよな。うん、パイモン、特にタイはないんだが一応聞くぞ。イリデッセンスツアーのために他国まで来たのに結局開催されないっての。やっ公女も進化も喋るカラスも異教の剣士とミュージシャンもみーん、ワクワクしてきたぜ。僕は遠慮するよ。え、猫の耳と尻尾を持った女の子に競合店に勝てるよう酒場で歌ってあげるって約束したんだ。ああそう、ジョセがいる。あのさ、猫アレルギーじゃなかった。うん、だけど売り上げで相手に勝てたらお酒1ヶ月分をくれるんだって。だから僕のことは気にせずみんなた、急がなくてもいいのよ。酒というのはやはり酒場で飲んだ方が楽しめるな。一人でも楽しく飲んでるじゃないか。そう冷たいこと言うなよ。ここで酔いつぶれない方がいいぞ。うん？まさか酔いつぶれたら人身売買にでも売られるのか。売られる？お前はよく物を売るじゃないか。父さんの旧宅だってお前が売ったんだろ。使えないものを手元に置いていても仕方ないだろう。なあ、あの花瓶も売ったのか。記憶にない。でもディルック様のご自宅には確か華やかな花瓶が置いてあったような。お前の言った通り、やっぱり子供心が足りないからかな。大人になると夢のないやつになるのか。そういえば少年少女の空想の友達は何歳までいるのかな。検証してみようか。え、もし見えてなかったら嫌だな。陣団長だ。まさかエリンの空想の友達、騎士になるための、ん、ずっとここで。ええ、今日スタンレイさんの、私もいつかスタンレイ、ジンと肩、もちろん。エリンは本当にジン団長に憧れてるんだな。ありがとう。そうだ栄誉騎士、どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。雨描きがたし、そうやればよかったんだ。すごい、はあ、ありがとう。どういたしまして。ううん、練習で疲れを感じるのは半人前の証拠。頑張れ。ありがとう。あ、まずい、栄誉騎士、ジャックに伝言頼めないかな。ジャックは私の友達で新米冒険者なの。今夜一緒に冒険の計画について話し合う約束をしてたんだけど、別の日にしてほしいって伝えてくれないかな。多分彼は今日ダンディライオンの神殿で冒険してると思う。スタンレイさんと一緒にね。スタンレイさんはモンドの有名人で、神獄界に行ったことがある伝説の大冒険者よ。
わあ、ほ、あの猫、君の猫だったんだ。吟遊野郎、お前も手伝いに来てたのか。手伝い？手伝ってほしいのは僕の方だよ。あれ？でも今マーガレットにリトルプリンスのことを聞いてたよな。いや、僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだ。その犯人が猫のリトルプリンスだったんだよ。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけど、ちょっとばかし自由すぎるよ。リトルプリンスはやんちゃだからね。アルバトスみたいだな。素敵な比喩だ。あ、コホン。ひとまずリトルプリンスを見つけよう。今夜演奏の予定が入ってるから、早くスペアの弦を取り戻さないと。下手したらお客さんをがっかりさせちゃう。そもそもなんで猫が弦を盗むんだよ。猫は毛糸玉が大好きだからよ。星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だからいつもは毛糸玉のようにぐるぐると巻いて持ち歩いてるんだよ。これは吟遊詩人の小さな秘密さ。へえ、弦に風元素の力が。よし、手がかりゲットだ。早速元素資格で確認してみようぜ。きっと何かしら風元素の痕跡が残ってると思うぞ。例えば足跡とか。お願いね。リトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。あ、そうだ、この魚はリトルプリンス。おい、見ろよ。あれ、マーガレットが言ってた猫じゃないか。きっとあれがリトルプリンスだよな。うーん、後ろから近づこう。オイラみたいにと不安だったら、魚がなくなったら。モンドへようこそ。はあ、思ったより警戒心が強いんだな。でもまだ遠くには行ってないはずだ。元素資格でもう一度探してみよう。次はちゃんと後ろからこっそり近づいて一気に捕まえるぞ。も
しくは魚で気をそらしてやれ。あと少しだ。いらっしゃいませ。リーウェイジュエリーですよ。リトルプリンス、やっと帰ってきてくれた。どこ行ってたのよ。かなり探したんだぞ。もうリトルプリンス、私を見捨てないでちょうだい。おいおい、二人の世界に入っちゃったよ。星鉄の弦もあったぞ。ほら吟遊やろう。本当に見つけてくれたんだ。もう諦めかけてたよ。感謝の気持ちにこの弦で貸し切りステージを用意してあげたいくらいだ。はてきし。リトルプリンスがこんなに近くにいると猫アレルギーがまた。通りで自分で捕まえられなかったわけだ。とにかく助かったよ。じゃあお先に。うっ、テキシ。あとだね。アンソニーお兄ちゃんたちに迷惑かけたくない。双眼鏡やまた良くなることが起きたの。ヒルチャールのお兄さんが病気になって、イルチャールのお兄さんが看病して。あら、可愛い子ちゃんじゃない。そうよ、ジンが倒れたって聞いたから、書類仕事は私が引き受けたの。そうなのか。じゃあオイラに手伝えることはなさそうだな。じゃあ、待って、実は。私が言おう、リサさん。先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、店内の在庫が足りてなくてな。実はワイナリーからの搬入が遅れているんだ。よければ
荷物がどうなってるか確認してきてくれないか。そんなに緊急なのか。ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎたい。それに何か問題があったんじゃないか、ちょっと心配でしょ。助けに来てくれたのか。ありがとう。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールのゴート、もう少し来るのが遅れていたら。安心しろ。よかった。ヒルチャール、それじゃあ頼んだ。
この件はわかるかい？ありがとう。ワイナリーの人たちに。お、よし、全部の依頼が無事か。ジンは体調良くなったかな？動くべきだ。バーバラ、戻っ、おかえりなさい。お疲れ様。ジンももう意識を取り、本当か？実は今大聖堂を出て行ったばかりなの。もう少し休んでって言ったのに、ジンがもう大丈夫だって言って聞かなくて、多分またバネッサ様のところに行ったんだと思う。バネッサ様のところ？大英雄バネッサ様を象徴する風立ちの地にあるあの木のことだよ。ジンは何か迷いを感じた時いつもそこに行くから。そんなことまで知ってるなんて。バーバラはジンのことに詳しいんだな。それはジンがここを出るときにそう言ってただけだから。私も心配なんだけど、仕事がまだ終わってないから。わかった、ジンのことはオイラたちに任せろ。ありがとう、それなら安心できるよ。動くべきだ。バネッサ様、モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。ジン、体は大丈夫なのか？ああ、もう平気だ。君たちがここに来るとは思わなかった。気遣いに感謝する。本当か？さっきジンの後ろ姿を見た時、疲れてるように見えたぞ。少し無理しすぎじゃないか？ああ、君たちのその気持ちだけで十分に元気が湧いてくるよ。ありがとう。しかし、この程度のことを一人で片付けられないとは。私ではバネッサ様のようにモンドを守れないだろうな。ジンはバネッサにすごく憧れてるんだな。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。私はその歩みをずっと追いかけてきた。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り上げ、モンドを守ってきた。ダンディライオン騎士ってジンのことじゃないのか？ダンディライオン騎士も志賀騎士も歴代の騎士団が継承してきた称号だ。へえ、そうなのか。じゃあ今のジンは優しいダンディライオン騎士であり、強い志賀騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。そうだな。ジン、
そこにいるのは誰だ。やはり気づかれたか。弱っている騎士団長を倒すチャンスだったというのに、まさか邪魔者が入るとは。ジンが不調だって話、奴らに漏れてたのか。こんなタイミングを狙ってくるなんて卑怯だぞ。ダンディライオン騎士の名にかけて、このような卑劣な奇襲に屈しはしない。気を逃したし、こちらは撤退させてもらおう。待て、追うぞ。ジン、やっぱりダメだ。また無理してるな。安心しろ、オイラたちがとっちめてきてやる。いや、君たちを信頼していないわけではない。なら、オイラたちも一緒に行く。それでいいだろ。理解してくれてありがとう。あ、お願いしよう。形はさ、急がなくてもいいのよ。危ない。怪我はないか。私のせいで仲間が傷つくなど、この先は私。これくらいへっちゃらだ。それに、そうか、すまない。しかし、おう、
痛がっちゃいない。だいぶ本調子にも。ああ、無事。あ、バーバラ。団長、やっと帰ってきてくれました。スワン、ま、ああ、いえ、酒場のエンジェルズシアの方で。ああ、いや、大したことではないんです。ん、スワンがそう言うなら今の問題ない。よかった。まあまあ、スワンも焦っているようだし。神殿か。以前フーマリオ事件でここを探索したよな。今は冒険者たちの冒険場所になってるってことは、行き止まり、先に進めなそうだな。問題ないよ、見てて。前回お宝を全部手に入れてなかったってことか。チリヒジの中を歩く者は風で航空まで届けられる。
走るより飛ぶ方が早いよ。一緒に遊ぼうよ。いやいや、おい、よっ。確かにあと少しでそうなるところだったね。そうだ、君が冒険者のジャックだね。そうだけど君は？お前を探してたんだ。エリンから伝言を預かっててね。今日は冒険の計画について話し合いそうにないから、また別の日にしようって。ああそうなんだ、申し訳ない。ここまで来てもらった上に助けてもらうなんて。ふん、おせっかいなやつめ。助けてもらわなくともこのスタンレーならたやすく切り抜けられたんだがな。おお、お前がモンドですごく有名な神社界に行ったことがある伝説の大冒険者なのか。そうだ、俺こそがスタンレーだ。こんな伝説級の人に会えるなんて嬉しいね。じゃあみんなこれからどうする？先に進む？それとも戻る？少年よ、お前たちと一緒にいるのはモンドの大冒険者スタンレーだぞ。戻る必要がどこにあると。じゃあ全員一致ということで先に進もう。それでお前たちも俺の冒険の話を聞きたいのだな。いや、ジャックを探しに来ただけだよ。何？若者よ、俺はこのモンドで最も有名な冒険者スタンレーだぞ。うん、知ってるよ。いや、もう少し何かあるだろう。俺は生きた伝説、神社界にたどり着いた勇士スタンレーだぞ。なあ、わかったわかった、そうなんか言わなくていいって。本当だよ、スタンレーさんはめちゃくちゃすごい人なんだから。引き続き俺と俺の仲間の話をするぞ。ジャック、さっきはどこで話したんだったか。伝説の神社界には風が少しも吹いてなくて恐ろしかったってところまでです。そうだ、あそこは耳鳴りがするほど静寂に満ちていてな、目に見える海は全て怪人でできているんだ。そこで俺の仲間が魔獣の起こした渦に巻き込まれてしまってな、すぐさま俺はそいつの腕を引っ張った。うわ、大丈夫だったんですか。残念だが二人
再び故郷の土を踏めたのは俺一人。俺の涙は風に吹かれたよ。そんな。ジャック、お前は大冒険者になるやつなんだ。そうやすやすと涙を流すな。はい、僕たち冒険者にとって最大の目標は冒険の道中で死ぬこと。そして絶対に絶対に風の。旅人、探測機を。スタンレーに。彼の友達はベテランの戦士みたいだ。彼の空想の友達は面白い。じゃあ、はい、スタンレーさん、あの君たち、ん、実は数日前スタンレーさんが、しかもこの2人、君たち強いし、もちろんさ、もしその今の僕じゃ、お願いだ、こんな身勝手な。かわいそうだな、原油やろ。うん、一昨年一つダダウパの谷だね。これはみんながジンさんのために用意した慰労パーティーですよ。慰労パーティー。ジンが倒れたって聞いてみんな心配したんだよ。ジンさんいつも一人でたくさん仕事を抱えて大変だから。せっかくつかの間の休息を得られたんだ。パーティーでもして思い切り羽を伸ばしてもらった方がいいと思ってな。いっつも仕事に没頭している代理団長はこんな機会でもないと参加してもらえないだろうし。ジンさん、みんな、え、ジンさんもしかして照れてるんですか。こんなジンさん初めて見ました。ジンだって仕事の時以外は普通の女の子だからね。少し感極まっただけだ。本当にありがとう。ジンさんが普段みんなにしてくれていることに比べたら大したことありませんよ。しかしまだ仕事が。心配するな。安心して楽しめるよう、ジンがいないうちに依頼を一つ残さず片付けておいた。本当か？食材の輸送の件もか。普段の見回りとそう変わりません。たかがヒルチャールです。すぐ終わりましたよ。酒税の件も。毎日図書館にいる私にとって書類の処理なんて朝飯前よ。じゃあマーガレットさんの猫の件は。猫探しまで覚えてるのか。リトルプリンスは旅人が捕まえてくれたよ。ついでに僕の星鉄の弦も返してもらった。だから今日は仕事のことを忘れなさい。せっかくのお休みを満喫しましょう。みんなと共に仕事ができて私は幸せだ。風神の導きに感謝する。
そういえばパーティーの用意も大変だっただろう。みんな時間は大丈夫だったのか？実はな、主催者は旅人だったんだぜ。酒も食材も旅人が用意してくれてな、料理もこの少年が作ってくれたんだ。だからその怪訝な顔も謙虚なふりもしなくていいぜ。もちろんディルックの旦那のおかげでもある。店の貸し切りは高いからな。君たち騎士団のイベントに参加する気はなかったんだがな。でもまあ、モンドの一般市民としてジンの努力には感謝している。ディルック先輩。はいはい、もうジン団長を囲むのはやめて。休ませてあげるんでしょ。そうだね。じゃあパーティースタート。みんな楽しそうだな。オイラたちもパーティーを楽しもうぜ。みんなとおしゃべりだ。賑やかな宴を抜け、本でよく見るロマン。二人、さっきジンが。そういえば、さっきジンが一人で2階に上がっていったみたいだぞ。ああ、君たちか。なあ、ちょっと外の空気を吸いに来ただけだ。ジン、なんか思い詰めてるみたいだな。旅人、もう一度礼を言う。たとえそうだとしても、みんなと一緒にいると不思議と元気になれる。それに気づいたことが一つあるんだ。なんだ？シガ騎士よりもやはりダンディライオン騎士の方が私に合っている。シガ騎士はバネッサ様がモンドのために戦った過去の栄誉を意味するが、セピロス騎士団を作った後のダンディライオン騎士は彼女が望んだ騎士団の未来を意味したものだ。あ、天の上から、そしてすぐ隣を吹く優しき風からも、きっとバネッサ様は私たちを見守ってくださってるはずだ。風の導くままに、自由の風が進むべき道を導いてくれる。今後も我々と共にあってくれ、旅人。エンジェルズ社、タイムサービス中。いらっしゃい。俺が神社区会で冒険した。